取れ高のない。こんにちは。これを食べながら。2021年10月17日です、東京にいます。東京のいつも泊まっているビジネスホテルですね。いつものビラフォンティーヌっていう東京九段下のビジネスホテルに泊まっています。ビラフォンティーヌですね。いつもここを利用しています。17日ということで、そろそろ役員報酬が入るんですけど、今月はいろいろと出費を多くしちゃっているので非常に楽しみです。役員報酬がよいしょ。今日から3日間たくさんのプレゼンをしていくのですけど、取れ高がないと思います。朝早くから夜遅くまでの仕事なので、ほとんど取れ高ないし、16時間ダイエットやっているので食べ物もないし、夕ご飯ぐらいじゃないですか。なので今日から3日間取れ高のない3日間になると思います。お先します。夜11時、今日の仕事は終わりです。今ホテルに戻っています。お疲れさんです。来たラブステーラーはホテルに戻ってきました。今から随分と溜め込んでいる動画の編集をちょっとだけしようと思います。これを食べながらやろうと思ってます。そんなに長いこともできないので、軽くですね。で、寝ようと思ってます。それではおやすみなさい。ひとまず